どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マイナポイント現時点で出ているねプラスポイントっていうのをねまとめで、紹介ねしていきたいと思います。こちらはですね9月から開始になるキャンペーンで、現時点では、申し込み期間っていう風になっているんですけども、2万円分のね、利用をすることによって 25% 還元が受けれる、まあ上限5000ポイントまで、ね、もらえるキャンペーンなんですけども、こちらね9月から開始になるのに伴ってですね、各社ね、キャンペーンがやっておりますので、プラスキャンペーンっていうのをね、本日は、まとめてね解説していきたいと思います。またね ANA マイル JAL マイルっていうね、観点からも簡単にね、解説入れていきたいと思います。でこちらね9月から開始になるということで、まあキャンペーンはねちょこちょこ出てきてはいるんですけども、まだできてないっていうふうにも思いますので、まあこちらはですね動画見られてる方の生活経済圏でね、まあ利用しやすいものが出たらですね登録してね利用してみていただけたらなというふうに思うんですけども、キャンペーン自体が実際に利用開始なのが9月から来年の3月までっていうことで、まあかなり長期間なんですよね。で、キャンペーン出してる会社も出てるは出てるんですけども、この申し込み期限をね、定めてる会社とかもありまして、ですね、まあそれをね、過ぎるとプラスポイントがね、もらえなかったりもしますんで、全部はできてないと思うんですけども、まあ生活経済圏でね、まあ利用しやすくて、まあプラスポイントがもらえるものであれば、申し込みね、そろそろ動き出してもいいのかななんていうふうにもね、まあ思ったりもしてるんですよね。ここもね、なんとも言い難い、どのタイミングでね、プラスポイントのキャンペーンがね、発表されるかっていうのはちょっとわからない部分でもありますので、まあその点もね、まあ覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。またね、まだマイナンバーの発行、マイキー ID の発行ですね。こちらされてない方はですね、まあできるだけね、早めに発行していただいて、一応ね、マイナポイントのこの事業自体は上限があるというふうになっておりますので、マイナンバーの発行とマイキー ID の発行だけね、済ましておけば、まあこちらね、あぶれることはありませんので、ひとまずね、そこだけはね、済ませておくようにね、していただけたらなというふうに思います。まあ発行とね、マイキー ID の利用自体はですね、専門の動画ね、出させておりますので、まあ、そちらね参考にしていただけたらなっていうふうに思います。でですね、ちょっと一覧でバンと出させていただきますけども、現時点でね出ているキャンペーン等々をね、まあ、ちょっとまとめてねこちら表にさせていただいたんですけども、項目が多いのでね、全部は紹介しきれませんので、まあ、ちょっと動画ね止めるなりしてね、まあ、ちょっと見ていただけたらなっていうふうに思います。今回このまとめの中でですね、現時点で出ているキャンペーン、まあプラスキャンペーンの中で一番ね、高還元、まあ一番ね、還元率が高いのは、2020年のこの7月現在ですね、D 払いがまあ一番ね、ポイントが高いっていう風になっております。マイナポイントでね、まあ、5000ポイント、プラスして2500ポイントがね、もらえるキャンペーンっていう風になっておりまして、こちら合計でね、7500ポイントがね、まあもらえるキャンペーンっていう風になっております。こちらで、ね、D 払いということで、ドコモのまあこちらサービスなわけなんですけども、 D 払いの他に D カードっていうのもあるんですよね。ですので、こちら最高還元狙っていく方はですね、 D 払い選択するのね間違いないようにしてくださいね。こちら D カードだとプラス500ポイントしかね、まあもらえないっていう風になっておりますんで、まあこの点はね注意していただけたらなっていう風に思います。で、こちら D 払いのね、まあ、利用方法なんですけども、申し込みで1500ポイント、プラスしてチャージまたはお買い物をすると1000ポイントがね、もらえるっていうキャンペーンになっております。で、こちらキャンペーンの期間がですね、7月1日から9月の30日までというふうになっておりますんで、来年の3月31日までこのマイナポイントのキャンペーン自体はあるんですけども、まあ、9月30日までっていうふうにね、期間決まっておりますんで、この点はね、最も注意していただけたらなっていうふうに思います。ですので、どれを利用するかっていう時にですね、この9月30日までね、D 払い利用したいっていう方はね、まあ判断する必要がありますので、覚えておくようにしてください。またね、こちら付与されるポイントなんですけども、期間限定ポイントでね、この2500円分は付与されるっていう風になっておりますので、期間限定ポイントは JAL マイルとかね、プリペイドカードなどにね、まあチャージができませんので、ローソンお試し引換券ですとか、D 払いの加盟店、まあ Mac とかローソンとかですね、各種ドラッグストアとかですね、そちらで利用するようにしてください。まあこちらね D 払い結構ね利用できるところね、まあ、増えておりますので、ちょっと詳細はね概要欄に D 払いのね利用できるところ載せておきますんで、そちらね利用してみていただけたらなっていうふうに
思います。次にね、和音ですね。マイナポイントが通常5000ポイントに加えてさらにね2000和音がもらえるっていうキャンペーンですね。ですね、こちら合計で7000和音が、まあ、もらえるっていう風になっておりまして、こちらの和音に関してはですね結構質問いただいているんですけども、 JMB 和音っていうね JAL マイレージバンクの和音がありますけども、こちらで申し込むとですね、まあ、JAL マイルが付与されるのかっていう疑問はね、まあ、湧いてくると思うんですけども、こちらはですね残念ながら和音で付与されるということで、電子マネーの和音でしか利用できないっていう風になっておりますんで、この点はね、覚えておいてください。こちらね結構あの質問いただいておりましたので、公式デスクの方にですね、確認させていただきましたので、残念ながらねポイントで付与されるものではないっていうね回答いただいておりますので、そちらね覚えておくようにしてください。こちらはですね期間が2021年の3月までっていう風になっておりますので、まあ、こちらはねこのマイナポイントの事業が2021年の3月31日までっていう風になっておりますので、まあ急ぐ必要はねないかなっていう感じですね。またね、和音っていう風になっておりますんで、イオン系列ですね、利用する機会が多い方はですね、こちら和音はね、まあ、かなりおすすめかなっていう感じになります。次にですね、メルペイですね。じゃあメルペイは5000ポイントプラスして1000ポイントがもらえるキャンペーンという風になっておりますんで、合計6000ポイントがね、もらえるっていう感じになります。こちらの期間が2021年の3月31日までっていう風になっておりますんで、こちらもね、取る必要はないのかなっていう風に思います。こちらの利用方法なんですけども、メルペイをね、選択してマイナポイントを申し込んでいただいて、メルペイで、まあ、お買い物をすると 25% ね、まあ、5000ポイントのね、還元がされるっていう風になっておりまして、こちらねポイント付与はメルカリポイントで付与されるっていう風になっております。でこちらキャンペーンでプラス1000ポイントもらえるんですけども、この通常のね5000ポイント分はですね、メルペイのサービスは電子マネー ID とかでも使えて、コンビニ等々ね ID が使えるところだったらどこでもね還元が受けれるっていう風になってるんですけども、このプラスの1000ポイントに関してはですね、メルカリを利用してね購入した還元のみっていう風になっておりますんで、最初の5000ポイントはどこでも、メルペイでね利用すれば還元されるんですけども、プラスの1000ポイントに関してはメルカリで利用する、還元が受けれるっていうことになっておりますんで、こちらね注意しとくようにしてくださいね。ちょっとね利用しづらいかなって思う部分がね思う方いらっしゃると思うんですけども、ね、おすすめポイントっていうのもありまして、こちら通常分の5000ポイントプラスの1000ポイントともにですね、メルペイを使って還元を受けれるわけなんですけども、このメルペイっていうのはメルカリのポイントがね利用することができますよね。こちらメルカリのポイントを利用したとしても、このマイナポイントのね合計6000円分の還元っていうのが受けれるっていう風になっておりますんで、メルカリのポイントをですねある程度保有されている方はですね、こちらね、まあ、追加でチャージとかしなくてもですね、そのままポイントを払いにね、利用することによって今回のこの還元受けることができますんで、こちらはね、おすすめポイントかなっていうふうに思います。次に、スイカですね。マイナポイント5000ポイントに加えて、プラスね、1000ポイント合計ね、6000ポイントがもらえるっていうふうになっております。キャンペーンの期間はですね、2021年の3月までというふうになっておりますんで、こちらもね、急ぐ必要はないのかなっていうふうに思います。またね、利用方法なんですけども、こちらはチャージするだけでね、OK っていう風になっておりまして、またね、この6000円分のポイントなんですけども、通常ポイントでね、まあ、付与されるっていう形になっておりますんで、まあ、ここもね、おすすめポイントかなっていう風に思います。JAL スイカクレジットカードをね、まあ、保有されている方は、通常ポイントということで、JAL マイルにね、交換することが可能です。JAL カードショッピングマイルプレミアムにね、入会されている方は、1500ポイントでね、1000JAL マイルに交換することができますので、今回のこのマイナポイントね最大6000ポイントもらえるわけなので、最大でね4500マイルが獲得できるっていう風になっておりますんで、もしねJALマイルをね狙っている方っていうのはね、まあ、こちらがおすすめかなっていう風に思います。一つね注意点がありまして、スイカのポイント制度なんですけども、登録しないとポイントがもらえないっていう風になっておりますんで、登録されてない方はですね、こちらの動画の概要欄にね載せておきますので、こちらね間違いなく登録してからね利用するようにしてください。今回ですねマイナポイント2020年7月、まあ、暫定版っていう感じですね、まとめさせていただきましたけども、期限がねあるキャンペーン D 払いとかね期限がありますので、まあ、その点ね注意していただきたいなっていう風に思います。またね、冒頭にも言いましたけども、こちらね、今後まだキャンペーンがね、追加で出る可能性もありますので、そこはね、好みで利用するっていう感じに
なるかなっていうふうに思います。またね、 ANA マイルを貯める観点から言うとですね、マイナポイント事業の中に東急カードっていうね、まあ、くくりがあるんですけども、やっとね公式デスクに確認が取れたところですね、 ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードっていうね、ポイントサイトのポイントを一番ね高交換率でね ANA マイルに交換する必須のクレジットカードありますよね。こちらでね、まあ登録すると、もしかしたらねこのマイナポイントのポイントも東急ポイントで付与されてね、 ANA マイルの交換ルートがね、もしかしたら開通できるかもしれないっていうふうに、まあ、私は思っていたんですけども、残念ながらですね、三井住友カードはね発行しているクレジットカードということで付与されるポイントは V ポイントということになってしまっていましたので、 ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードはですねちょっと利用できないっていう感じなんですよね。ですんで今現時点でおすすめなのは JQ エポスカードがね、まあ、おすすめかなっていう感じですね、まあ、JQ エポスであれば 70% で JQ ミズホールドにね、まあ、載せることができますので、一番おすすめっていう感じになりますかね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけると、とても嬉しいです。私のチャンネルではですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイ、ホテルのことなんかね、発信しておりますので、もしね、チャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。